ポンコツ信者さんたち、天神琴音だ。普段は歌の動画を…いいぞいいぞ、もっと炎上し続けろ。いや、一時はどうなることかと思ったが、なんか運よく炎上してラッキーみたいな。あとは放っておいても勝手に燃え広がりそうだ。これで角様に叱られなくて済むというもの。とはいえ何もしてないのもあれだな。よし、とりあえず一方的な意見だけを集めたまとめサイトとか作って拡散させるか。ちょっと待った！お、なんだお前ら。あなたがツインリアの管理人でしょ。もう好きにはさせないんだから。ん、お前たち、そうか、お前たちだな。救世主とか名乗る奴らは。そう、私は救世主にしてアイドル、そして主人公属性を持つネプテューヌ。私も私も VTuber ミュートラルのミーだよ。ふん、お前らのことは知っている。最近ちょっと騒がれてるからな。私は惑星ワンダルの財団系の一人、発根州の大延長フレイバードだ。やっぱり発根州なのね。なぜ皆さんわざわざ自分で名乗るのかしら。主張しておかないと忘れられるからじゃないかな。まあこの後倒されて退場するわけだからな。それに他の発根州と比べても見た目的にもそのあれだしね。誰が個性がないだって。鳥ですが何か気にしてるんだから言うなよ。そこまで言ってないわよ。自覚はあったのね。意外と繊細な方ですわね。でもでも個性のないモンスターほど意外と強いとか聞いたことあるよ。モンスター言うな。こんな見た目だけども。あとフォローありがとうだ。言っておくが、あのこたつの件は私ではないぞ。あれは勝手に炎上したのだ。私悪くないもんね。あ、でもあれも我々の手によるものかもしれないな。さすがは角様、巧妙に仕掛けてくださったのだろう。あとはあの炎上に私が燃料を投下すれば、さらに燃え上がってオワコン化完了だ。え、燃料ってもしかしてあのミミッチー悪口のこと？ミミッチー言うな！あなたには煽りの才能ないのかも。あんなキッズ丸出しのコメント我にだってできるのだ。キッズもやめろ。お子様のお前に言われたくないわ。バイスちゃんはしちゃダメよ。分かっておる。我はそんなことはせぬぞ。ちゃんと話を聞け！っていうか、お前らちょっとひどくない？あ、ちょっと傷ついてる。それで、どうしてあなたたちはこの惑星を侵略なんてしたんですの？そうよ、コンテンツをオワコン化させてあなたたちに何の得があるっていうのよ。私が教えるとでも思うのか。人に教えを請うときにそんな失礼な口を聞くやつはブロックだ、ブロック。まったく最近のやつは FF 内から失礼します、もうろくに言えんようなしつけのなってないものばかり。また議論の起きそうなことを。とにかく私は教えるつもりはない。そんなに聞きたければ角様から聞くんだな。その角って人はどこにいるんですか？角様と呼べ、角様と。そんなもん自分たちで探すんだな。あなたたちの大将に直接聞けってことだね。しょうがない、そうするか。大して知らないのかもしれないしね。なら話しても無駄よね。それじゃあフレイバードだっけ。今からやっつけるから覚悟してね。調子に乗るなよ、自称救世主だ。かかってくるがいい。
小娘のくせに生意気な。痛い目見ても知らんぞ。この配信を見逃す現金だよ。狙い撃ち、ヘイレイ、ジャンジャン撃つよ。ヘイレイ、ジャンジャン撃つよ。ヘイレイ、ジャジャジャ、ヘイレイ、ジャジャジャ、ヘイレイ、ジャジャジャ、ジャンジャン撃つよ。これでこの国の侵略者も倒したし、オワコン化は防げたよね。今回も私たちの華麗な動き見てくれたかな。ねえ、どう？コメント数上がってる？全然ですわね。むしろいつもより少ないから。ねえ、なんで？あ、こたつ D の交番の件撤回だってトレンドに上がってるよ。みんなそっちの方に注目してるってわけね。せっかく救世主らしい活躍をしたのに。いいじゃない、ひっそりと世界を救うのも主人公ぽくって。よくぞここまでやってくれた。誰？はじめましてだな。私はカド。そして私はヘイロ。みんなそんな構えないでくれ。あなたがカド？この惑星を襲った黒幕ね。そっちから姿を見せるなんて探す手間が省けたわ。おや、私を知っているようだな。黒幕か。確かにその通りだ。すべて私の計画通りに運んだのだから。そなたたちもよく動いてくれた。褒めて使わそう。貴様に褒められる筋合いなどないわ。嫌われたものだね、カド。ねえ、どうしてこんなことするの？それをお前たちに言う必要があるのか？なら吐かせるまで。
でもそれもここまで。これで全て終わる。あの時の化け物、やっぱり侵略者たちの手先だったのね。リヒト、我の後ろにつくがよい。バイスちゃん。ソーラ、目の前の奴らを蹴散らせ。ちょっと待って、様子がおかしいわ。この歌、フェアが歌ってくれた歌だよ。それってどういうこと？黙れ。耳障りな歌など口にするなよ。しかし、こいつまさか口も聞けたとはな。それで、戦意はないようだがどうするんだ？やめておくかい？まさか。戦いたくないなら、戦わせるまでだ。どうして感動エネルギーを持ってるの？さあ。そう、暴走するままに蹴散らしてくれ。キリ？ねえ、ちょっと聞いて。ごめん、こっちも今超ヤバいから後にしてくれる？待って、切んないで。すっげえ大事なことだから。そうなの。とにかく今すぐに添付の映像を。ユウちゃん、見ておいた方がいいよ。私の勘がそう言ってるもん。わかった、再生するわ。なあお前、まさかとは思うが、我々の正体をバラしたりなんてしてないよな。もちろんです。そんなことするわけないじゃないですか。師匠の心がけだ。お前は腰抜けだからな。で、それが本当だとして、あいつら何か気づいているんじゃないか？そんなことは。いやいや、すまない。待たせてしまったかい？遅いぞ。まったく、お前はいつも勝手な。おや、その姿の君もまた一段といいね。やめろ、そんな褒め言葉など聞きたくもない。これは私の姿などではない。そこの君、大丈夫かい？そんなに怖がっては彼女に失礼というものだよ。いいか、私はいつでもあいつらを排除できる。お前の推しも含めてな。そしてもうその時が来ているんだ。話が違うじゃないですか！協力
したら VTuber たちにはもう手を出さない、そういう約束だったはずです。ほう、いつどこでそんな約束をしたというのだ。ちょっとこの前。約束をしたというなら契約書を出せ。契約書なんて作らなかったことはそっちも分かっていることでしょ。なんだ、ないのか。なら約束をしたことにはならないな。いいか、契約なら書面でするんだ。口約束なんて契約にはならない。おいおい、ダメじゃないか。協力してくれたんだからねぎらってあげないと。はい、ご苦労様、ありがとうね。ま、騙されたんだ君は。でもアイドルのアシスタントごっこができたんだ、よかったじゃないか。約束だったろ。お願いです、どうか約束を守ってください。これ以上ひどい目に遭わせないでください。どの道もう終わりだ。お前はいつもみたいに画面の奥で大好きな女の子を応援していればいいんだ。どうした、何かあったか。いや、気のせいだ。カート、そろそろ準備しないと。やることがあるんだろ。それもそうだな、行くか。そんな、なっ、そんな、フェアちゃんがカード。私たちはずっと騙されていたの？そうだよ。何あった。マオリちゃん、キリちゃん、それにノルちゃんも。そこにいるカドがフェアリーになり代わってずっとネプチたちを騙してたんだよ。そんな、なんということですの。我はずっと踊らされておったのか。全然気づかなかったわ。でも映像を見る限り、ヌルは角から私たちを守ろうとしてくれていたのね。守れてなんていません。そうだね、結果としてはこの子たちを裏切っているよね、ヌル。面白いところだったね。いや、まったく、まずは取られてたとはね。許せないね、カド。許せなければどうだというの。もはやお前たちは手遅れなのだからな。何をする気？わからないか？このエネルギー、お前たちが集めたものだ。お前たちは私のために世界を救い、このエネルギーを集めてくれたの。どういうこと？侵略したのはコンテンツをオワコン化するためじゃ。エネルギーはこうして十分に集まった。だからお前たちはもう用済みだ。答えろってのよ。そんなことより、君たちはこの怪物の正体に何か心当たりはないかな。まさか。さあ、お前はもう用済みだ。ですか、始末されると思うか。安心しろ、
こう見えて私は無駄にゴミを出すのが嫌いでな。用済みのものをアレンジしてちゃんと別の用途に使う主義なのだ。何をするつもりですか？こうするのさ。何君もエグいことをするね。そうか、無力な女神ほどいらない存在はないからな。使える存在にしてやったマガは。ひどいよ。いや本当にあれは今まで見た光景で一番おぞましいものだったね。どうしてそんなことができるの？おいヘーロ、何も知らないまま戦わせる気だったの？知っていながら戦わなければいけないというのもまたおつなものだよ。それもそうだ。今アースたちの目の前にいるこの化け物がフェアリン、電脳女神のフェア。信じたくないけど。確かにあの歌を歌っていたわ。うん、今まで戦う意志がなかったのもフェアの意志が残っていたからだろうな。そう考えると納得がいくわね。ねえみんな助けないと。いや、やめた。こういった余興も悪くないかと思ったが、もう少し後に取っておこう。何？じゃああなたが戦うの？まさか、責任を取るべき奴がいるだろう。変わり玉はお前だ、ノル。責任取って。せめて今くらい役に立て。そんな、やめてください！ノルちゃん！さて、存分に楽しむといい。では、次があったらまた会おう。私たちのアシスタントするんでしょ。こんなことしてる場合じゃないっての。みんな仕方ないよ。嫌だけどノルをおとなしくさせないと。説得できる状態ではなさそうね。みんな頼むよ、ノルルンを正気に戻してやってよ。任せてマウリちゃん、私たちが絶対に何とかする。ミーの言う通り。さあみんな行くよ。さてさて、見せてもらおうじゃないか、救世主たちの活躍する姿を。ノル、ちょっと痛いけど我慢してね。ネプテューヌったらワンキルするなんて。どれだけ鬼畜なの。違うって、ノルが弱すぎるんだってば。
ノル、戦闘力なさすぎでしょ。あらら、足止めにもならなかったようだね。使えない人形だ。まあまあ、それにしてももう少し正体を隠してもよかったんじゃないかい。もう遊びは終わりだからな。君は大胆だね。私はすがすがしくて好きだが。あとは惑星のコアを奪うだけだ。あいつらに構っている暇はないのさ。それにあいつらが今気にしているのはフェアの安否だろうからな。なるほど、絶好の機会というわけだね。さすがはカドだ。では早速始めるとしよう。VVVTune。